ち TV 始まります。ピースの角度は自分向き、のんちです。そして今日のゲストは、はい、ロールのティッシュをくださいな、もいこです。本当にください。はい、こちら前半、前半です、はい、今日の前半です。はい、あの今日はあの咳、うん、夜中とか出るでしょ。おうおう、みんな出るでしょ。本当なる方、はい、咳、はい、咳喘息、はい、もう咳止まらない時の方法はこれがいいんじゃないかという経験のもとに、今日は話し合っていこうじゃないかと思いますけど、はい、なんかありますか。うん、またね、うん、話が1分で終わっちゃうことがあるよ。いいよ。もう一個、めったに咳が出ないんだよね、うん、連続なし。めったにない。ああ、もう最低。最低でしょ。その、本当に、めちゃくちゃ苦しいんだよ。うん、もうだから咳で苦しくて寝れないとかが、もうほぼない。もう、うん、もう呼吸ができないの。ああ、かわいそう。喘息じゃないの、それは。そうそう、それ、うん、ない。ない。もうすごい大変なのよ。もうよ、とにかく横にられない。もうなればなるほど咳が出て、もう呼吸困難みたいな感じになっちゃうんですよ。なんせマイコプラズマ肺炎で病院に行った時に、咳が出ないばっかりに、マイコプラズマじゃないんじゃないかっていう検査までしたからね。あ、でもなんとかちょっとそういう時あった。はい。だ結局肺だからね。気管支炎でも咳が出ないの。ものすごい辛いんだけど、まあそんな時にどうしたらいいんだろうっていう感じなんですけども。ホナクリンテープがいいんじゃない。何それ。テープ貼るやつ。へえ、知らない。咳ね、止めるのは、あと、ステロイドの粉のね。それも最終。ダメ。最終だし、うん、誰もが。あ、そう。うん、そういうの経験していく、うん。それで出ないだけ、うん、そうだと思う。まあ、それでもう、あとは死に至るだけですね。そうか、今、うん、日本で、はい、あの、喘息で、咳で死んじゃう人って何人だと思います、年に。今。咳で、はい。まあ、65歳以上の肺炎とかとはまた別で、はい、うん、全部大体全部、うん、ああ、うん、喘息で、喘息という名のもとに、うん、少なめに言ってくれると、うん、まあありがたいです。まあ、喘息で死んじゃうなんて20人ぐらいじゃないですか、はい、ね、そう思うでしょ、うん、答えは1500人。ああ、1500人、まあ2015年、危なかった、はい、2000人っていうとこだった。危ない、そんぐらいは死んじゃう。まあ、でも大変だな。もっと咳で、ね、うん、違う名前で最終的には死んじゃうって人もいるだろうから、うんうん、結構やっぱ咳では。そうなんですね、うん、でね、僕はもう最初の方はそれでも寝ようとしたし、それで辛かったから、はい、うん、まず第一に寝ようとしないっていうところもあんの。ああ、無理してもう咳出てんだな、うん、咳出たままのもうしょうがなく、はい、無理して寝ようとすると本当にどんどん出るんで、うん、あと多分背中を温めると出ますよね、うん、だから仰向けに寝ると苦しくないですか、咳出る人って。ほう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 、なんかね、そういうのもやっぱ横になった方が出るっていうのはありますね、多分ね。なんか、うん、痰がなんか溜まってんじゃったりするみたいな、うん、で、なんかあれ結局は脳が、あれなんか変なの入ってきてるぞとなって、はい、出しなさいというね、そうで肺が動いてみたいな、だから結局この肺をどうするかっていう問題と、はい、まあ脳みそコントロールのどっちかなんですけど、はい、もうツボで、はい、ここのちょっとここの、はい、あ、間違っちゃいそうだ。ここのね、ちょっと喉、鎖骨がずーっと来るじゃない、自分鎖骨来るでしょ、はい、そこに穴がポコってあるじゃない、ありますね、それをちょっと押す、はい、このこっち方面にやるとわーって喉があれになっちゃうけど、うん、ちょっと下に何度か押すと、おー、これはなんかね、天椎っていう、天をつくっていう字を書くて、はい、はい、ここに出ますけど、はい、天椎って出ますけども、そういうチャンネルいいね、そうな、うん、こうで、これはいいと、いいんじゃないかって聞いてて。あ、でも、痛気持ちいいってことは何かその要素が今あるんですよね、うん、きっとね。あ、そうね。そんで、ここ、花粉症今回は、これで割りかし僕は乗り切ったんだけど、はい、その、もうやりすぎちゃって止めたくて、うん、今痛いの。ここ痛いの。でも、ここにタトゥーしちゃえばいいじゃん。したらいい。プッシュみたいな。いいじゃないか。俺したことないからやめて、したことみんながこうしたことない。あとね、あの、この鎖骨あるじゃない、この、はい、これの一番端の方まで行って、うん、指、2個分ぐらい下のあたり、はい、それをちょっと押したらどう、ちょっと痛くない、なんかちょうど空いた服着てますけど、うん、今日。痛くない？全然うん。ほんと？じゃあ、下よ。そう、その辺。そのちょっと下。ああ、じゃあ、
咳出ないわ、うん、咳出る人とかってこの辺がもうコリコリになってて、リンパっぽい痛さですね、もしグリグリしたら、うん、だからなんていうの、和らいでないっていうの、はい、うん、でだここも結構良さそう、へ、うん、まあ、僕が一番好きなのはこの天椎で、天椎もう押しまくってるとなんかプラセーボエフェクトっていうんですか、はい、それが効いて、うん、なんか急に締めるのもなんかいやこれなんかホックだからなんかこうした喋ってるとかあと、あとここのなんか、はい、あのエルボーのこの折るエルボーのね、ここのちょっと下あたりのこのちょっと痛いところ、うん、うん、こっち側ね、外側のちょっと痛いとこ、はい、こことここも結構咳が止まる、あ、ここなんかでもいろんなね肩こりとか、うん、あ、内側もありました、ね、でこっち、あとこっちの上のこの辺、うん、もういいって言うんだけど、はい、僕はその中でもやっぱり今3つ紹介した中でもここ、はい、ここ、はい、これがそう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 、そこそこが効くんではないかと思ってますんで、はい、もし咳が止まらなくなってきた、はあ、夜咳が止まらないって言ってこのチャンネルにたどり着いた方は、いい、ね、ここちょっとクッククククなんかね、いろんなね、いいプロの人たちとかはちょっと軽めにとか言うんだけど、うん、僕はもう苦しくてちょっと強めにしたら治ってきたんで、いい、多少強めでも僕の経験談からするといいかもしれない、うん、はい、そんなこんなで、はい、これを見たあなたは咳が止まる、それではまた、バイバイ。向往的远方，精彩的世界，有多少人想要，又有多少人敢要。